暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう私たち人間はこの世に生きている限り誰でも自分の思い通りに生きたいと 望んでいますしかし自分の思い通りに生きることが果たして本当に望んでいる自分の人生なのでしょうか周りの人々は寛大ですある程度まで周りの人々は忍耐し受け入れてくれますしかし時間が経つにつれ人は皆 わがままな人から離れていくのですいつまでも周りの人は忍耐することはできませんその結果必ず試練が待ち構えているのですなぜなら思い通りに生きることはエゴイズムに生きることであり決して本当の喜び 生き甲斐につながるものではありません人は皆互いに支え合い励まし合って生きる時そこに本当の喜び生きがいに満たされるからです。そのためにはわがままな自分人を蔑んでいた自分人と協力できなかった自分つまり 神に背いていた自分自分を絶対化していた自分の許しを願って人とともに神の愛のうちに生きることを望むのですなぜなら神の方から先に私たちに望んでおられるからですではどのように改心への道を歩めばよいのか そこで今回は改心へのプロセスをテーマにお話しします戒心の説明を分かりやすくするためこの「フィリップ」をご覧ください。これは罪の意識に多分に影響しているとした各個人の持つ道徳価値観良心から私流に考えた「 罪の段階をイエスカイのリバス氏の書かれた祈りを深めるためにの本の中から提唱されている罪の3つのレベルとその戒心に重ねて一覧表にしました道徳に対する罪行為としての罪それは何か悪い行い道徳に反することをした時の罪を指します 一般に罪というときこの行為の罪を指して言うことが多いと思いますカトリック信者の方はお分かりだと思いますが例えば人に嘘をつく人のものを盗む人に対して意地悪をする人の悪口を言うといった具体的な行いで道徳的に神の愛に背いた状態です罪の例えでよく用いられるのが ルカ福音書の中に登場する法刀息子ですこの例えで言うなら法刀息子が父親に財産分与を願い父を悲しませたこの息子の取った父への態度この行いそのものです価値観に対する罪生活態度としての罪これは道徳に対する罪よりも さらに根の深いい意味を持っていますそれはただ単に悪い行いをしたというだけではなくむしろ生活全体の態度そのものが神に向いていない心の状態でですまるる神が存在しないいかのように生きていることです。なぜなら絶対者である神の存在を否定しているからです。ということは 神不在の状態ですからその代わりに自分を絶対化するかあるいは他のものお金地位名誉権力評判などなどを絶対化する必要があるのです。このことを指してイエスはこの民は口先では私を敬うが その心は私から遠く離れていると言われるのです。価値観に対する罪とは自分の選ぶ価値観が本来歩むべき本当の自分の目的神に向けられていないという罪なのです。言い換えるならば自分に対する 神の望み神の計画を無視して神に背を向けている状態です。法湯息子の例えで言えば法湯息子が財産を手にした後父親から離れて自分勝手に法湯三昧して生きていたことを指しています。両親に対する罪根源的な罪。 すべての人は神から愛されているにもかかわらず愛されていることを受け入れないでなおかつ自分は愛されている価値のないものであると自己否定し同時に神の愛も否定することです。言い換えれば神不在それはまた自分の人間としての価値をも否定し 良心的な人間としての存在価値と神の本質そのものである愛を否定することから良心に対する罪根源的な罪と呼びます宝刀息子の例えで言えば宝刀三昧し無一文となった息子ボロボロの息子が人として生きる価値のないものとして自覚したときです しかし、そんなに落ちぶれた人間であるにもかかわらず、せめて腹を満たしたい、生き延びたいと残された一つの道を選ぶのです。その結果、父親の大切な息子であることを放棄して、ただの奴隷となって生きると決めた時です。私たちの人生は、 まさにこれらの改心のプロセスであると思いますまたリバス氏は改心という言葉を日本語の漢字に置き換え3つの漢字で表現されますこれら3つの漢字は当てつけたものではなく罪の3つのレベルを熟知されていますこれら改心の漢字はそれぞれの 罪の悔い改めの意味と対応した戒心の感じになっておりその戒心のプロセスを非常にわかりやすく教えています道徳に対する罪行為としての罪に対して改める心心を改めるそれは行いの罪例えばいじめ悪口窃盗などの 回数を減らしていくということあるいはできる限りその行いを避けることです価値観に対する罪生活態度としての罪に対して回る心それまでの自分の向いていた心の方向を強制し正しい方向に心を回すということすなわちあまりにも 自分の価値観を優先するあまり他のものに向いていた自分の心を大切な神様の方に心も体も180度回して神様に方向づけて自分のすべての思いや技考えや言葉など神のために人々のために神と共に行って 神の愛に向かって生きようと決心することです。それは祈りによって自分の方向を神に軌道修正することです。良心に対する罪根源的な罪に対して開く心は神に心を開くことです。つまり今日まで 自分のこととだけにとらわれ人間として生きていく上で大切な神の愛や人々からの愛に閉ざしていた心を開いて神の愛を受け入れ人からの愛を受け入れまたその愛の最大の贈り物である命を生かし神の息吹に生かされた 新しい人になることですただこれら3つの「改心」は自分ののの意思だけでででできるものではないのですしかし祈りをすることでその祈りの中で神に信頼し心を開いて神との交わりにおいて自分の生き方がどれほど神から遠ざかっていたかに気づかされる時その気づきは あなたの道徳に対する罪に変化をもたらし、本当の自分、ありのままの自分に再び戻っていくことができるようになるのです。その時、ありのままの自分を神はいつも愛してくださっていたことを確信するのです。戒心のプロセス、これこそイエス・キリストと共に歩む道であり、真理であり、 命でではははななないでしょうかあなた方はこの世に習ってはなりませんむしろ心を新たにして自分を変えていただき何が神の御心であるか何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。 「何が神の御心であるか何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい」「ローマ十二章二節」 この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り植村隆夫さんの元気に生きる森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売していますお申し込みお問い合わせは電話075-211-9341または心の灯火ホームページからどうぞ アクシミリや E メールでも受け付けております。